皆さんこんにちは、森えりです。最初のオープニング、ちょっとびっくりしたかなと思うんですけれども、私の髪は安全でございます。まだ実はこちらを使って、もう3年くらい多分前に一回ヘアチョークの動画を出したことがあったんですけれども、それをもう一回やってみようかなと思ってやりました。ということで、やり方を説明していきたいと思います。はい、まずタオル準備します。これはこれ髪をね湿らせていくので、タオルをあらかじめかけておいて、服とかを汚さないようにするんですが、まあ服っつったって私今キャミに着ちゃってるのであれなんですけれども、かけます。何このバスローブ感、てかもうバスローブ着ればよかったんじゃねみたいな、この間のナオミちゃんのやつ、あーんってやつね、あーんってやつ。そしてここ一応ね止めておきます。谷間隠しじゃないですよ。そしてこちら手袋です。これはめっちゃ大事です。これないとマジでやばいことになります。本当にやばいことになっちゃう。こんな感じのゴムがあれば OK です。はい、そして櫛で溶かしていきます。1本ずつ全部入れていっちゃいます。髪にシュ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 ッとつけていきます。これね、こんな感じでビチョビチョっていうよりかは湿ってる程度の方が色はきます。下になんかめっちゃ溜まりそうよね、これね、水がね。緑つけます。で、くるくるっとします。くるくるくるっとくるくるくるっとしてつけていきます。あ、ついてる。久しぶりにやるから変な感じ。あ、ついてる。青、わー、青や、めっちゃ青や。あ、綺麗、超綺麗、めっちゃ綺麗な青。次よとピンクいきます。おお、すげえピンクだ。これあれですよ、みんな多分同じ手袋でやってるんですけど、意外とくっついてないです色は。なので一回一回あのウェットティッシュとかで拭き取りながらやっても全然大丈夫です。黄色、インナーカラー私紫がいいんだよな。ちょっとピンクがかった紫を。あ、すごいピンクっぽいこの紫、めっちゃ可愛い色になったよ。オレンジ、ここは何色にしようかな。濃い緑入れてないので濃い緑入れます。水色入れます。濃い青いきます。すげえなこれマジで。うわやばっ、よくやろうと思ったの、やばくない、やばい、うわ、やべえ。給食こっちに入ったので、こっちも同じようにまばらに色をちょっと一緒じゃなくてあえてまばらに入れていきたいと思います。こんな感じで、はい、できました。やり方としては本当に髪を一束取ってくる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 っとしてシュッシュッシュッってしてザーって今みたいにチョークをずっとやっていって、これから乾かすだけになります。ということで乾かしていきましょう。うわーすごい。はい、ということでこの中から厳選して9色入れてみました。こんな感じでなんかすごいことになっちゃって、インコみたいになっちゃったんですけれども、こんな感じで1日だけの、カラーチョーク、まあ、いっぱい売ってると思うんですけど、4年ぶりにちょっとやってみて楽しかったなと思います。ぜひ皆さん、痛みが気になる子は市販の300円とか400円とかするやつ買ってみてもいいと思うんですけど、エクステとかもう全然私痛み気にならないみたいな子は
こんな感じでやってみてください。すごいよ、めっちゃカラフル。でインナーカラーとかでピンクが入ってて、ほらめっちゃ可愛くできた。100円でできるカラーチョークでした。森よりでした。せーの、おつわり、バイバーイ。